にちは、始まりました、川西美希です。今回はメイク初心者さん向けのファンデーションの色を選ぶ時のポイントだったり、肌悩みをカバーするコンシーラーの選び方だったり、私が普段ポイントにしているところと一緒に紹介していきたいと思います。それでは川西チャンネル始まるよ。皆さん、ファンデーションの色を選ぶときってどういうところをポイントにしてますか？よく聞くパーソナルカラーあるじゃないですか。私実際自分のパーソナルカラーわからなくて、イエベなの？ブルベなの？何なの？ってね、思うところはあるんですが、今回は私の中でも初挑戦、自分の肌に合ったファンデーションの色選びからまず紹介していきたいと思います。で、まずファンデーションやコンシーラーを選ぶとき、私はどういうとこから選ぶんだろうって考えたときに、カラー展開が多いメーカーさんを選びます。カラー展開が少なすぎると自分に合うカラーがなかったりするので、できるだけカラー展開は多いブランドさんのものを選ぶようにしてます。で、どの色が自分に合うかとかね、あんまりよくわかんないので、基本的に一番明るいカラーを取ってシェーディングとかを使ってちょっと暗く調整するようにしてたんですが、それだとやっぱり顔色中心とかがね、白飛びして浮いちゃったりするので、今回はこちらのシュウエムラのアンリミテッドラスティングフルイドのファンデーションで自分に似合うカラーを見つけつつ、私なりの選ぶポイントも紹介していきたいと思います。で、今回選んだこちらのね、シュウエムラのファンデーションは今本当に大人気みたいで、数々のベスコスを獲得しているそうです。で、私もね、このファンデーションすごい気になってて、雑誌だったりとか、あと口コミサイトを見ててどれぐらいいいんだろうって思って、今回動画でコラボができてね、本当に嬉しいです。で、このファンデーションの特徴は、まずテクスチャー、とっても軽いつけ心地で伸びがいいので均一に塗りやすいです。で、汗や皮脂、湿度にも強く崩れにくい、ロングラスティング効果もあるみたいなので、これからの時期にとっても使いやすいと思います。そして花粉症の季節にはマスクにつかないファンデーションだと話題になったくらい、本当に崩れにくいファンデーションです。で、何よりね、じゃん、カラー展開が24色もあって、今までね、自分に合うファンデーション見つからないなって思ってた方にもおすすめです。よいしょ、重っ。あと、ハイブランドのコスメとかだと、欧米の方の肌に合ったファンデーションだったりして、日本人の肌色にね、合わない時とかもあったりするんですが、このファンデーションはアジア人に向けた仕様らしいので、特に自分に合った色が見つけやすいかと思います。はい、ということで、それでは早速ノーメイクの状態でファンデーションを選ぶポイントを紹介していきたいと思います。で、こんなにたくさんカラーがあるとね、選ぶの大変だなって思うんですが、普段自分が使っているカラーと似たようなカラーを3色選んでいきます。で、24色中ちょっと15色ほど手に出してみたんですが、こうやって見てみると、ちょっと明るいカラーだったり暗めのカラー、そして色味がピンクっぽかったりイエローだったりっていうね、カラーがあるので、まず自分の肌が明るいのか暗いのか、ピンクっぽいのか黄色っぽいのかっていうのを自分の肌で試してみます。で、初心者の方でもよくわかんないなっていう方は、お店の方とかに聞いて標準色を基準にしてみるといいかもしれないです。うん、私はどのカラーだろうな、ちょっと明るめのカラーで、ピンクっぽいのか黄色っぽいのか、どうなんだろう。この手に並べたカラーを見つつ、私が決めたのは784番です。私結構顔白くしがちなので、いつもこういうカラーを選んでしまいがちなんですが、本当に顔色に合っているのかどうかも含めてちょっと試したいなと思って選びました。そして次は774番です。こちらのカラーもちょっと黄色っぽいカラーなんですが、明るすぎなくって顔色が浮かないような感じかなと思って選びました。そして最後はこれはちょっとピンクっぽいカラーなんですが、375番です。これはなんかくすみとかを飛ばしてくれそうだなって思って選んでみたんですが、ちょっと黄色とピンク、私にどっちが合っているんだろうと思って選びました。なんかパーソナルカラーとかもね、調べてみたいんですが、私まだ調べたことがなくて、ちょっとまだいまいち分かってないなっていうところなので、今回こちらのピンク系のカラーとイエロー系のカラーを試してみたいと思います。で、先ほど選んだ3つのカラーを顔に塗っていくんですが、塗るとき塗る場所がね、とってもポイントで、首に近いフェイスラインに塗っていきます。首に近いフェイスラインとはここら辺のことですね。縦にこんな感じで塗っていきます。まずはピンクっぽいカラーの375番、ここですね、ここにこんな感じで塗ります。塗ってみるとこのような感じ、こちら塗ってみるとこのような感じ、この中では一番馴染んでますね。アップで見るとこのような感じです。で、これをちょっとずつ上に伸ばしていきます。ピンクっぽいから馴染ませてみるとこんな感じで、やっぱ白く浮く感じがしますね。イエローっぽい明るいから、なんか赤みは消えて良さそうなんですけど、これもちょっと白浮きしちゃう感じがします。最後
おお、これめちゃめちゃ馴染んでる気がする。なんか一番このカラーが違和感ない気がしますね。うん。はい、ということでね、3色選んで実際顔に塗ってみたんですが、私的にはイエロー系の明るすぎない774番が自分に合ってるかなと思いました。手の甲に伸ばして色を選ぶだけじゃなくって、顔のフェイスラインと首の境目のところに塗って色を選んだんですが、なぜこの選び方をするかというと、結構ね、顔時とかって手の甲にファンデーションを塗って色を選びがちなんですが、手の甲と顔色って意外と違う色だったりして、顔は普段 UV 対策とか化粧とかをしていて結構白かったりするんですが、首って意外と焼けやすくて顔より黒い場合とかがねあったりするので、首と顔同時に比較して色を選ぶようにしてます。今回は私ここの首色だけでね選んじゃったんですが、ここだけでも分かんないよっていう方は、目の下の三角ゾーン、クマと重なっている部分だったり、頬の上のところ、クマより下のところとかにつけて見比べるのも分かりやすいと思います。そしてもっとねしっかりと顔色と首色一緒にしたいなっていう方は、こういうところにつけて確認するのも自分に合った色が見つけられるポイントです。はい、ということでね、私はこちらの774番を選んだんですが、本当にこの色が私に合っているのかどうか、実際今からつけていきたいと思います。じゃあまずは手の甲にファンデーションワンプッシュぐらい出して顔全体に塗っていきます。で、手でポンポンポンと叩き込みながらある程度なじませていきます。で、このファンデーション本当にすごいのが、カバー力がね本当にすごい。カバー力があるものって意外と分厚かったりとか使いにくかったりするんですが、全然そんなことなくって本当に塗りやすいです。顔の皮膚は場所によって厚みが違うので、目の下だったりほうれい線周りシワができやすくって皮膚が薄い場所にはちょっと薄めに意識して塗って、頬とかね皮膚が少し厚めになっているところは普通に伸ばして塗っていきます。はい、ファンデーション全体に塗り終えました。で、塗り終わったら近くのね手鏡でこうやって見るのもいいんですけど、あまりにも近すぎるとちょっと顔色と首色の違いとかわからないので、少し遠い全身鏡とかで確認します。手鏡だけでメイクをしていると客観的に自分を見れずに結構濃くなっちゃったりとか、顔と首の色の違いが目立ったりする時があるので、遠目で確認するのは結構おすすめです。遠目でファンデーションの色確認してみるとこのような感じです。どうだろう、私的には結構合ってる気がします。うん、今までこれよりももっと明るいカラーとかを選んできたので、顔が白く浮きがちだったりピンクっぽいカラーを選んで首がすごい黄色っぽくって目立っちゃったりしてたんですが、このカラーすごく私にぴったりだなと思いました。で、ファンデーションの色を選んだんですが、次はこのファンデーションに合ったコンシーラー選びもしていきたいと思います。使うのはこちらシュウエムラのアンリミテッドコンシーラーです。こちらのコンシーラーは8月21日に新発売するアイテムをいち早く使わせていただいてます。このコンシーラーはさっき紹介したファンデーションアンリミテッドラスティングフルイドとの相性も良くて、これの特徴はコンシーラーにありがちな白浮きやいかにもねカバーしてますっていう感を出さず、欠点をカバーしつつもナチュラルに美しく見せてくれるコンシーラーです。これも13色展開という本当にたくさんのカラー展開になっているので、自分のね肌悩みに合ったコンシーラーが見つけられそうなので、すごいこれは助かります。塗ってみるとこのような感じです。コンシーラーってね分厚くてよれがちのイメージなんですけど、これは伸縮性があって崩れにくくなっているのでとっても使いやすいです。それでは実際に目の下のクマ、ニキビ跡だったりシミ、赤みなどカバーしていきたいと思います。まずは私がすごい悩んでいる目の下のクマです。今回私が選んだのはこちらのアンリミテッドコンシーラーの4ミディアム。こちらのカラーはちょっとオレンジみがかったカラーで青グマとかをカバーしてくれそうなので選びました。こんな感じでチップでポンポンポンと置いて指で優しくなじませていきます。この時にスーって伸ばすっていうよりは優しく叩き込みながらポンポンポンとなじませます。で、一番気になるこの三日月のところ重ね付けでカバーしてみたりするとしっかりカバーしてくれます。次にここのクマと頬の境目のところに先ほどよりもちょっと明るめのカラーを塗っていきます。私が選んだのは5番のライトのカラー。境目ちょうど私の場合はボコってなってるので、そこにちょっとちょんちょんとつけて伸ばしていきます。そしてシミとか赤みだったりニキビ跡は私は6のライトというカラーを使います。この頬のねシミとかニキビ跡が結構気になっちゃうので、こんな感じでポンポンと置いて指で伸ばします。はい、という感じで私が選んだ色でベースメイク完成させてみました。ということで続きの顔もね仕上げていきたいと思います。まずは鼻筋、目頭にハイライトを入れて眉毛をしっかりと描いていき、眉マスカラもつけていきます。
そしてアイラインはペンシルでいつもよりナチュラルに描いていきます。次にマスカラもいつもよりナチュラルに塗ってリップを塗って、これでメイクの終了です。はい、ということでこれでメイクの完成です。ということで今回はファンデーションの色を選ぶポイントだったり、コンシーラーの色選びやポイントを紹介してみました。今回使ったね、こちらのシューウエムラのアンリミテッドラスティングフルイドとこちらのアンリミテッドコンシーラーはダブル使いすることによって自分の肌に合ったナチュラルな仕上がりに近づけるので、ぜひ気になった方はね、下の概要欄からチェックしてみてください。はい、ということで最後まで見てくれてありがとうございました。この動画を楽しんでくれた方、高評価ボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。そして Twitter や Instagram のミキポンの自由帳、 TikTok もあるので、そちらの方もチェックしてみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。川西美希でした。バイバーイ。